どうも、おれちゃんひかるです。ちょっとね、今更になってね、気づいたことがあります。お、今更かよみたいな感じでね、突っ込みたくなるかもしれないんですけど、今ね、あの、何気なくね、ガチャこうやって引いてたんですね。いつも長いな、スキップできないかなと思ってやってたんですよ、こうやって。あ、スキップできないなと思ってやったら、スキップできました、これ。っていうかね、これね、先気づきました、これ。パワープロ初めて、数ヶ月。ずっとね、僕は見てきたんです、このガチャで。何が当たるか何が当たるかなって見てきたんですけど、スキップできたんです、これ。多分みんな知ってたと思うんですけど、まあもし、まあ僕のようにね、知ってないような人が いるかもしれないんで、ガチャスキップできますよっていうことをね、改めて言っておこうかな、ここで、と思います。これね、できるんですよ、ガチャスキップ。しかもね、スタートボタン。ガチャのここを押したときに、もうスタートボタン押したの行けば、すぐに、こんな感じで、スタートボタン押しっぱでやったらね、いけます。まあ、僕はこれ知らなかったです。知らずにずーっとね、もうね、何千ポイントとか何万ポイント、ずーっとね、何が当たるか見ながらやってました。ただね、これを覚えたらね、びっくりするぐらい速くなりますね。このスピードですからね、さささささっとね。いやー、これ便利ですね。うん。これどこか書いとってほしいですよね。スキップできますみたいなスタートボタンで。書いてないからわからんっていうかね。それに、ね、しかもこの最初の画面でスタートしなかった意味ないんですよ。このちょっと、例えば、時間過ぎて、ここでスタートしても意味ないんですよ。反応がないんですよ。だから、多分気づかない人もいると思うんです。で、この画面で止まってる時やったら OK なんですね。いやー、これはね、まさかですね。うん。まさかの展開。さっき聞いたね、まぁ、ちょっと嬉しくなってね、動画でこれでね、アップしようかなと思ったんですけどね。まあ、ほとんどの人は気づいてるでしょうけどね。まあ、ほとんどというか、まあ90人、100人いれば95人ぐらいは気づいてるでしょう、まあ。ただ、残りの5人の人、気づいてない人、僕と同じような人、必死にこれガチャやって、ああ、これ、スキップできんかなと思ってた、そこのあなた、できるんです、実は。っていうことは伝えたくて。まあ、そんな感じで、ガチャスキップできるということで、発見したので、報告しておこうかなと、いうことです。というわけで、まあ、今回の動画は、まあ、これで、終わりたいと思います。ありがとうございました。